タルミゴルフクラブは、兵庫県神戸市タルミクシオミが丘に広がる、ゴルフ場である。タルミゴルフクラブは、1920年、新たなゴルフ場の建設に向け、日本免許株式会社、南郷三郎、久保昌介らが、発起人となり、社団法人、マイコカントリークラブを創設したことに始まる。1920年10月3日、赤市郡タルミ村に、 マイコカントリークラブ旧ホールゴルフ場を開場した。日本では第7番目に開場した歴史のあるゴルフ場である。その後、1932年7月29日、マイコカントリークラブを閉鎖。同年7月、ゴルフ場は新興土地建物株式会社に売却され、同年9月、太平洋戦争までパブリックコース、マイコゴルフ場を開場した。その後、 1943年8月31日、マイコゴルフ場を閉鎖し、1944年、三菱重工業株式会社の厚生農園に変わった。1951年9月23日、芋畑となっていたマイコゴルフ場を9ホールが整備され、新たなゴルフ場、タルミゴルフクラブを創設した。1953年4月1日、コース設計を JE クレイに、 以来、18ホール規模のゴルフ場を着工。翌年の1954年7月、18ホール増設、ゴルフ場が完成し開場した。コースは、全体的には、フェアウェイは狭く、グリーンは放題型で小さく、バンカーが深いなど、手作りの良さが目立つ急料コースである。アウトコースは、比較的フラットなコースであるが、インコースは、打ち上げ、打ち下ろし、 池越えなど変化に富んでおり、正確なショットが要求されるコースである。J.E. クレーンは、1892年、イギリス人の父と日本人の母に生まれ、日本ゴルフ史に残るゴルフ場設計家である。太平洋戦争をまたぎ1980年まで、関西を中心に、数多くの設計に携わった。設計したコースは22コースほどあり、特徴としては、 あくまでも自然が主役で、微妙な起伏を生かすことで難易度を高めることを主眼に、した。郵便番号655-0005兵庫県、神戸市垂水区塩見が丘2丁目2番1号。ありがとうございます。